はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ヨルドヌでーす。はい、おはようございます。今日すげー朝、明け方なんかバチクソ雨降って雷鳴ってたとかいうね報告を受けたんですけど、もうそんなことも知らず普通に寝てました。まあそんなこんなでね、なんとか前回のスケスケの服はクリアしたんですけど、問題はここですね。はい、一難去ってまた一難というね、そんなこと言いながらちょっとワクワクしてる自分もね、だいぶイカれてますけどね。前回もお伝えした通り、これですね、はい、完全に下着やろね、どうやろ、どうしよう、あかん、わからん。この角度で撮って撮影したとしても、いや絶対これ下着やん。いやこれを見て、その女装の血が騒いだというか、ちょっと着てみたいなって思った自分もおかしいし、着るわ、着ます、着ます、かー、わからん、もうわからん、わからんが、とりあえずメイクします。もう後のことはもう後で考えようね。はい、じゃとりあえず、もうメイクを始めていきます。ではそろそろメイクを始めていきましょう。メイクスタート。じゃあ最後口紅だけちょっと塗っときます。今からアイロンをしていきます。クリクリや。これショートボブとかにできんのかな。できそうじゃね。ちょっとなんか女子っぽくなれへんな。はい、無事に完成しました。はい、どうでしょう、この紐の部分。確かに使いました。確かに使ってますよ、これ。ほら、ね。確かに使ってますんで。まあ大丈夫でしょう。ね、あまりにちょっとね、衝撃すぎて、この下着みたいな下着が。ちょ、もうメイクもね、めっちゃ手っ取り早くしちゃいました。だから、だいぶだいぶ男の要素あるな。ちょっとなんかショートボブ、ショートボブっぽくしてみました。いや、まあまあまあ、こんな感じで勘弁してください、ほんまに。ちょっとね、これはほんま見せられん。こうしとこ、これぐらいしとこ。いやいや、完璧ね、ブラなんですよ、もう。なんか水着と下着の違いって、なんか素材にあると思いません。いや、ほとんどね、もうどっちも下着と変われへんねんけど、なんか僕の中でね、その水着と下着の違いっていうのは、なんかその、この生地、この素材が違うっていうね、まあ、特にレースを使ってるとか、まあまあまあそういう部分で。そん中で言うと完全にもうレースばっかりやったし。ちょっと透けてない？大丈夫？大丈夫か？まあ見せれる範囲で、ちょっと撮ってはみました。
メイクとしてはアイシャドウもかなり最低限やったし、眉毛もね別に色変えてない、黒髪やから色も変えてない、二重まぶたもしてない、マスカラもしてない、つけまつげもしてない、うん、だいぶ走りましたね。なんかせんくてよかったんじゃないって感じなんです今回はちょっと男要素が強いね回になってしまったと思うんですけど、まあ、こんな感じで許してください。もうこれもうがっつり下着のみやったからね、そういうことちゃんと服の形としてこうねあったらよかったんですけど、ないからね、ブラジャーやんってまあ、この黒い服を脱いだ状態のやつも一応取ってはいるんですけど、あやっぱさすがに出されへんなって思ったんで、もうそれはもうお蔵入りするしかないですよね。まあまあのんびりのんびりやっていこうと思います。はい、最後ちょっともう終わるんですけど、今日メイクしようと思ってた時にインターホン鳴って、でまた荷物が届きました。これ開けてちょっと紹介して終了しようと思います。はい、てな感じでじゃあ開けていきますね。なんか新しい服を送ってくれるって言ってくれてた方がいて送っていただきました。これですね、こちら。さあ何が入っているのやら。あ手紙入ってました。手紙ね。プールに行く、プールに行く機会がって書いてますね。プールってことはビキニ、これを着てなんかプールに行ってくださいみたいなこと書いてましたね。ってことはもうってことですよね。開けてみ、なんかちょっと中華っぽいですね。なんか中華みたいな。お、あビキニじゃないな、ほら、あでも前開いてる。あこれでもあれですね、なんかチャイナドレスみたいな感じですよね。これビキニ、あやっぱ違う、あ違うわ、スカートがね入ってました。あビキニあはい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 、あこれビキニですねこれ完全に。あやっぱりそうや、うんビキニでした。あでもおしゃれっすねこれ、ビキニとはいえだいぶおしゃれですよ。ここ最近ずっと連発してそういう系多いんですけど、ちゃんとスカートもあるしね、これは隠れへんから隠れへんなあ、どうしようか。あはい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 、じゃあこれ隠れへんねんから、これシリコンバスト使ったらめっちゃ可愛いなるんじゃんこれ。これありがとうございます。どうなるか分からへんけど、とりあえずこれね撮影できたら次回来て、がっつりシリコンバストとかつけて配信したいと思います。まあ今まで僕がそのいろんな方からねその処分する用の衣装とかを提供してもらってたんですけど、そんな頻繁にもらえるわけでもない、今回たまたま連チャンしてこうバッともらえてただけなんで、そんなに頻繁にもらえれるもんでもないので、処分するとはいえ、でもしあこいつにちょっとプレゼントしてやろうかなとか万が一思ってくれた方いたとしたら、なんかもう何でもいいです。僕携帯2台あるんですけど、その1台にまあ、皆さんとつながれるように LINE をね公開してるんですけども、 LINE ID を、まあ、そちらを使ってそのお互い匿名でその荷物のプレゼントの配送ができたりとかもしてるんで、なんかこいつに合いそうなものあるとか、もうほんま処分するものでもいいし、もしよかったら、お互い匿名で配送していただけたらなと思います。はい、まあそんな感じですね。では次回 YouTube では初のビキニということで、がっつり配信していきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。では終わります。皆さんバイバーイ。これ言うてもなんだかんだエロいよな。